私がプレゼントしたものです。タコリーナちゃんのお家の横にはキャンプエリアがあります。落ち葉を踏む音がいい音です。カラ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 。たまには川でこうやってのんびりと釣りをしたいですね。キャンプの焚き火で温まることもできます。どうやらキャンプサイトに誰かが遊びに来てるみたいです。誰が来てるかな。
少し日にちが経ったのですが、クリスマスの装いになっていました。針葉樹がキラキラと飾り付けられてて、とても可愛い。先日試しに作ってみた雪だるまが死にかけになってました。めちゃめちゃ溶けてる。大丈夫かな。さて、離島に出発する前に荷物がパンパンだったので、お家に入って荷物の整理をします。ここは私の家にあるレシピ畑です。昔私が動物の森アカウントで開催してたイベントでマイル旅行券をめちゃくちゃ持ってたので、畑に植えておきます。数少ない冬服を探して置き換えをしてみます。あつ森でコーディネートを考えるのもすごく楽しいですよね。あつ森の世界でもマスクをした方がいいのかなと思ったけど、やっぱりガムにしようかな。どうしようかな。おしゃぶりにしようかな。母のナップサックも背負ってコーディネートが完成しました。それでは早速離島へ出発します。